できたよ。今日のコーデはポップスがリュウ、もう売り切れ。下がノエラで、バッグがサボンで、ミストレアスコラボの帽子です。今日はナイトルーティーン、7時なんですけど、今日の夜の1日みたいな感じで、まあこんな感じで夜過ごしてるよっていうのを撮っていきたいと思います。8時に動画公開しないといけないんで、サムネとかまだ終わってないんで、一旦食材とか冷蔵庫にぶち込みます。今日までダイエット頑張ったし、今日エステ行ってきて、まあ食べてもいいかなみたいな感じなんで、自分が作った唐揚げが本当に食べたいから買っていこうと思います。自炊はマジでしない。でも今日はダイエット動画撮ってて、自炊めっちゃしてたから、自炊マインド。でラップ、ちょっとまず動画やります。サータンが見つめてきます。おやつ、あー来た。サータンにはおやつをあげます。おしわり、はい、なにゃー、かわいい。本当はすぐにでも部屋着になりたいところなんですが、8時公開に間に合わせたいので、そこをいじります。動画公開があると夕方から記憶喪失になるんだよね。サムネとかめっちゃ1時間かかるからさ。今日はね、お昼浅い食べた。何の報告だね。なんかね、携帯をこうやって持ちながら、今携帯をいじってるじゃん。2台持ちになりました。これ社用携帯で、こっちプライベート。動画とかがぐちゃぐちゃになりすぎて、うちの携帯昔からの写真とかがあるからさ、重すぎて。でもなんか撮影しながらとこうやっていじれないじゃん。だから変えたんだ。無事に動画更新が終わったんですけど、みんなのコメントとか読んだりとかしてたら、もう9時ぐらいになりました。あ、ただお腹空いたんで、唐揚げを今から作ります。ちょっと着替えます。着替えたんで唐揚げを作ります。今日はマネコとの最後の動画を更新したんだけど、もう何回編集しても涙が出る。寂しい。リュウジさんの超至高の唐揚げを作ります。かわいいエプロン姿。今日さ、新宿行くことめったにないんですけど、エステが新宿店だったから新宿行ったんだけど、新宿のその松木を行ったのね。コスメコーナー行ったんだけど、女性がいて、イライラしてて、カゴをもうお店の床にボーンって置いて、生理用ナプキンとか日用品をそのカゴにマジお疲れ様と思って、なんかあったんかな、チェックすぐみたいな時ってあるよね。めっちゃイライラする時もある。もう周りのことなんか考えられないぐらいイライラする時なんてあるよね。その人はもう本当にイライラしてた。今お肉漬け込み中なんだけど、お前が失敗したアボカド切りに挑戦してみようと思います。なんかちょっとムニムニしてきたから食べ頃なのかなと思って、こっちがアボカドの切り方。え、もう取れた。切り込み入れてたらもう取れたよ。やっぱ食べ頃だと剥けるんだね。結構熟されちゃってるかも。綺麗に剥けすぎて、逆にムニュムニュではない。じゃあ、あんまブヨブヨしすぎてもダメなんだ。むずアボカドって。食べれるタイミング教えてほしい。揚げていきまーす。この時点で美味しそう。ジュワーっていってるのが。うまそう。ダーンダーンダーン。はい、できました。上手にできました。あー、お腹空いた。あー、じゃーん。今日の私の夜ご飯です。唐揚げ、玄米、生ハム、レタス、アボカド、ひたち、ソースにキムチのしたやつ。いただきます。サラダ、うん、うん、口に何か物を入れただけで幸せ。おいしい。今日も一日マジ頑張った。豆腐いただき、おいしい、うまっ。そして今日の唐揚げ食べてみます。おいしくできたかな。かわいい今日のメイク。いただきます。なんかさ、玄米ってさ、結構苦手な人いるのかなってイメージだったんだけどさ、全然私美味しいと思うんだけどさ、意外なのかな。白米はそりゃめっちゃ美味しいけど、ささってした感じもすごい好きなんだけど、私玄米の。白米もさ、私ちょっと硬いのが好きだからさ。
っとカロリーが低いのかな、玄米の方が。ではどうです。この唐揚げさ、すごいスパイス入れてるからめちゃくちゃ美味しいの。深みがやばいの。超ジューシーだから、もう一口パクって食べるだけでシュワってなって美味しい。どこの店よりも美味しい。自分の唐揚げが一番うまい気がする。動画によってビジュの差ありすぎなんだよね、私。ビジネスあんま出ない人本当に羨ましい。私めっちゃ出るもん。今日めっちゃパンパンじゃんとか、なんか今日顔黒くないとか、どういうこと。全部食べれちゃうんだけどさ、全部食べたら明日ギトギトだから絶対。今ね夜10時、10時に夜ご飯はやばい。でもこの時間になっちゃうんだよねやっぱ。楽しかったです。洗い物します。料理の中で一番嫌いなのは洗い物です。まだ料理してる時はさ、ワクワクしてるじゃん、これを私食べるんだぞっていう。でもさ、洗い物ってさ、もう食べた後じゃん、トム感ね。本当食べたかったみたいな。ああ落としちゃった。ひかみちゃん、なんでか分からんけど曲がってたの。何これ、もう耳かきみたいなんだけど。この箸なんか曲がりやすいのかな。油の中入れちゃったからかな。何やってんねん。うちなんか、うち掃除してても思うんだけどさ、自分の効率の悪さ、効率が悪い動きをしてるっていう自覚があるわけ。それがさ、もう本当に嫌で、自分に本当に耐えるの。余計に汚くなったりとか、綺麗になるのに時間かかるみたいな。掃除苦手、苦手だけど汚いのもちょっと無理。よし完了。洗い物、急な購入品紹介。チョコレートなど食べます。ミニビットスイーツショコラ、スイートポテト風味。紅茶飲みたくなってきた。紅茶と一緒に食べればよかった。まず今日届いたリファのストレートアイロン、同じの。壊れちゃったの。ロック解除するところが取れてて、私めっちゃ持ち歩くからさ、旅行とかになんかのタイミングで外れちゃって、同じの買いました。この部分が外れちゃって、基本開けたままにしとこう。ストレートアイロン使いやすいんで、ずっとリファ使ってる。壊れてる間ストレートアイロンないと前髪が負けないからさ、リファのちっちゃいのコードレスのストレートアイロンでこうやってたんだけどさ、あのコードレスの方結構すぐ充電切れちゃうから、充電すぐしないといけない。大変だったこの数日か。で、さっきをアイライナーを買いに行ったの。黒のアイライナーがないなんてもうありえない。リーアップのシッククブラック。今ね、ケイトの粘膜とかで寝てるやつやってるから、ちょっと優しい雰囲気になるんだよね。でも私猫目にしたいんで、今日のこれはこのグレーシャット、かわいい。キュッとこうやらないとね、ケイしないんだよ顔が。で、ちょっと見つけちゃった、ブラウンブラック。持ってたっけ。私じゃ記憶喪失なんかな。シャミックスソフトな黒、ちょっと優しい目元にしたいとき使うかなーみたいな。で、綿棒黒色の方が汚れが見える感じがして好きなんだよね。ちょっと普通は白じゃん。普通じゃないのを選ぶの。だって私普通じゃないから。普通って何。普通も大事ですよ。デイジークのシャドウパレット10番、オータムブリーズ。ちょっともうオータムになってきたじゃないですか。優しいベージュ系のミルク系のメイクがしたいなと思って。ミルキーメイク。何の紅茶にしようかなー。ピキッツだよ。大丈夫？ PWD の紅茶にします。シルバームーンティーにしよう。なんかあの洗剤とかが映るの嫌だな。このお酒も飲まんな。一時期さ、宅飲みしてたからさ、まあ、しっぽりと。お酒がいろいろあるんですけど、もうちょっとなんかバーっぽくてよくない？ 5 センチくらい切ったんだよ。絶対みんな気づいてないでしょ。毛先結構スカスカで傷んでたから、もともとね。で、無理やり伸ばしてたから、毛先を重くしたくて、さらに整えたくて切ったんだけど。もう守り方がこれぐらいでめっちゃ可愛くて。切ったら絶対後悔すんだよな。めっちゃいい香りだな。
お茶いただきます。薄い色が早かったかな。あ、美味しい。もう可愛いランプつけます。可愛い。このテレビの横にあるアロマキャンドルを炊こうと思います。これファンの子にいただいたピオール、いただきます。なんかあの絵怖いな。燃えたらやだな。照明の担当さんがニュープレゼントでくださったの。ティアラつけてるし、照明のイヤリングつけてる。紅茶を飲みながら少しだけ仕事します。今日も大森ほかりのグルチャが動いてる。なんか会いたくなったって LINE 来た。わかるー。どこ行くんだよ。ニヤニヤしてたら仕事をやるの忘れちゃいます。やばいです。12時です。今から風呂入るんで。メイク落とそうかな。メイク落とそうと思います。本当はカラコンも撮りたいけど。今からお風呂入るんですけど、ファンの子からいただいたこれ使いまーす。バロンっていうブランド。すごい。アロマソルトとか。本当にセンスがいいプレゼント。めっちゃ素敵じゃない？この袋に入れて使うんだって。聖なる場所で瞑想するときのような心落ち着く香り。ラベンダーの香りにしよう。これどれくらい入れるんだろう。2回分ぐらいかな。めっちゃいい香り。だったからさ、硬くなる時間が長いらしくて、触るとめっちゃ硬いの。馴染んでくるのにもちょっと時間かかるらしい。もうやりたくなる。リラックスします。今から髪洗うんですけど、シャンプーはモモリホがコラボしたシャントリとスクラブフレンシア使います。ピンクだらけ。ソワちゃんがくれたシルクのパジャマ。プレゼントするものが優しいなって思う。うちの身の周りを優しく包み込んでくれるソワ。会いたいんですけど。シュシュシュ。ゆうさんとここのヘアミスト乾かします。うーん、やばい。はい、ということで髪の毛が乾かし終わったのですが、スキンケアやる前に最近やってることがありまして、今回のコラボさせていただくこちらの美顔器、セロラバイのペンタショットって言うんですけど、これねマジですごいんで、ただ PR するわけではなくて、これもね1ヶ月以上使ってめちゃくちゃいいなと思ったのでコラボさせていただくことになりました。強力で早く効果を実感できるフェイシャルエステで、リジュランジュベルクポテンザ、シークレットレーザーとか気になる施術がたくさんあるから、私みたいに通ってみたいんだけど忙しくてクリニックに行けないなって方にぜひおすすめです。このセロラバイはね、ほんとこういう私に助かるアイテムで、これ韓国の皮膚科にも置いてあって、韓国でもね記事になったぐらい期待度も信頼度もすごい高いのね。記事の内容としては、なんか皮膚科専門医がこのペンタショットを数ヶ月使用してみて、皮膚科の専門施術と並行して自宅でも継続的にケアしたところ、これは顧客のお肌の回復に大きく役立つだろうと判断を下して皮膚科にも置くことを決めたみたいな感じの記事が載ってるのね。すごくない？毛穴ケアのラスボス級の第3世代ホームビューティーデバイスということで、この美顔器はアークポレーション技術っていう表紙論文にも選ばれた技術を採用されていて、瞬間的な高電圧を超短時間で皮膚に照射し、微細な穴を形成して肌を傷つけずに皮膚通路を形成し、スキンケアの吸収率を4倍以上増加させる効果があります。このセロラバイさんがもう効果にめちゃくちゃ自信があるっていうことで、私のスタッフにもくださったんですけれども、めっちゃやばいですってもうみんなも言ってました。私もなんだけど、そのスタッフも唇の下のザラザラとか、結構肌のザラつきとかがこのペンタショット使ったらすごい改善されたなと思いました。結構ツルツルになったのをすごい実感しましたね。私も実感した。ちょっと実際に使ってみるんですけど、まず私の大好きポイント、ボタンが1個。はい、めっちゃ楽です。レベルが1から5まであるんですけど、普通に痛い。でも痛みがあるからこそ効果があるってセロラバイさんが言ってました。うちのスタッフはポテンザを受けたことがあるんだけど、私は受けたことないんだけど痛そうで、麻酔クリームを塗っても涙が出るぐらい痛かったらしいのね。このセロラバイのペンタショットならこうレベルをね自分で変えられるし、でもポテンザと同じような効果もちゃんとあるから継続しやすいよね。5分間やります。あ、こうこんな感じ。焦げた匂いとかするけど問題ないです。首とかもできる。
終わったらすぐ塗り込んでほしいのが、このセルアバイの毛穴セラムです。これはね、毛穴を小さくする以外にも、ニキビケアとか古い角質とか、毛穴のトラブルにも万能ですね、これ。毛穴はマジなくなったし、透明なテクスチャーなんですけれども、ね。これをすぐに拭き込む。そしたらなんか、わーって入ってく感じがしますね。これはね、夜のスキンケアにいいんです。あと、まだ発売前で、情報解禁しちゃうんですけど、4GF セラムっていう、これもめちゃくちゃいいです。4GF セラムってあまり聞いたことないと思うんだけど、毛穴だけじゃなくて、肌のキメ、ニキビ、皮脂、弾力、シワ、全ケアしてくれるとんでもない強者です。発売前にプレゼントしてもらったんで、使わせていただいたんですけれども、すっごく良かったです、これ。ちょっとこっちの方が固形っぽい感じね。こっちはちょっとみずみずしいセラムです。ぜひね、セルラバイさんフォローして、発売日とかチェックしてもらえたらと思います。これ塗っとこう。効果がそれぞれ違うので、このセラム。特別な毛穴ケアをしたいって時は、こっちの毛穴セラムがいいです。で、肌の弾力と再生に力を入れたい時は、こっち、OGF セラムがいいです。使い分けてみるのがおすすめ。このペンタショットは毎日は使えないので、夜ね、時間ある時に私は使ってるんだけど、週に1、2回、まあ、その間の間隔3日間、4日間ぐらいは開けた方がいいので、続けてみると、もうすっごい効果あるんで、美顔器持ってない人はこれ簡単だし、ぜひね、スキンケアの前にやってみてほしいです。スキンケアの浸透率、本当に上がるから。フロアフロス。まだフロスをしたことがない女たち、絶対フロスしなさい。準備だけで大変よ。ボディクリームはバオバボ使ってます。結構コラボさせていただいたら使っていますね。あとドンキで買ったブビブビバブルリップスクラブ。私本当に唇乾燥やばいの。リップの皮むけとかすごいの。ブビブビバブルってきた。ちょっとマッサージしてあげて。あ、なんかヒアルロン酸入ってんだけど、マジ可愛くない？アラジン美容クリニックの川野先生、マジうまい。あの先生プルプルにした状態で寝ないとね。明日は大事な YouTube と地上波があるので、嬉しい地上波久しぶり。全然出てなかったっていうか断ってたんですよちょっと頑張ってみたいなみたいな。頑張ります。ここでゴロゴロします。シャルタンとここで寝落ちしちゃいます。最近はベッド行くと、寝すぎるとさ、シャルタンがおしっこどっかでしちゃいそうになるから、ベッド行くときは離れて寝るんですけど、寂しいからシャルタン一緒に寝たいから、もう携帯タイムです。ソワと連絡取っている。これ来てるよって送ろう。こっちはお休みだけど、どんどん夕方やん。もう2時前です。で、ファンタジースプリングスホテルの思い出のやつ置いてる。ディオールのアロマキャンドル置いてるので、つけようと思います。最後は素敵な私の寝室で寝まーす。マジ可愛くな、私の寝室。超お気に入りなんだけど。父ちゃんからこのシルクのナイトキャップもいただいたのね。こんな感じで寝ますよ。さすがにちょっと動画では撮ります。あいやー、明日早いからシャーター一緒に寝ようか。ずっとうちと一緒じゃないと無理みたい。本当に今日もお疲れ様でした。自分9月も頑張ろう。くびれ欲しいんだよね。ベッドでっていうか意味あんのかな。意味あるよね。疲れた。はい、ということで以上ナイトルーティーンだったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたか？実はですね、この間ね、韓国行った時にこのセルラバイさんの会社にうちのスタッフが行ってくれて、ご挨拶と値段交渉をしてくれたのね。で、ブランドセルラバイさん担当者さんもめちゃくちゃ頑張って破格の価格にしてくださいました。このペンタショットとこの毛穴セラムにベロア素材のポーチがついてきます。ペンタショットの保管用としてはもちろんだし、外出先とかちょっとしたお出かけとか旅行先とかにも持っていけるような可愛いポーチですね。通常価格36,400円のところ、最終特典24,999円、割引率最大 33.24%、 クーポン適用したらそれぐらいお安くなりますので、ぜひ9点メガ割でお得にゲットしてみてください。ちょっとしたこうザラつき、何のザラつきなんだろうみたいな時にこれ使うとすごい復活したんで、ぜひ特別なケアにいかがでしょうか。もう選別して選別しているので、本当に PR 表記がつくからこそめっちゃ選んでるんで、ぜひ使ってみてください。セルラバイさんとのコラボ動画だったので、かわいい素敵なナイトルーティーンになったかなと思います。ということで、また次の動画で、バイバーイ。